何？爪痕？まさかね。こんな大きな爪痕あるわけないわ。まるで怪物が口を開けているかのような姿の大きな倒木。このアボロンの森にいると何もかもが自分に襲いかかってくるような気がしてきます。
怪物の体はまるで鉄のようです。チェシャも悔しそうにうなります。恐ろしい怪物の鉄のように硬い体、チェシャの爪が砕けてしまいそうです。怪物がセレッサに狙いを定めました。立ち向かわなきゃ。そう思うのに足がすくんで動けません。竜のような怪物はまだセレッサたちを探しています。チェシャは獣の姿になろうともがきます。ところが体が言うことを聞きません。お前のせいだ弱虫め。チェシャはセレッサを怒鳴りますが、怖くてたまらないセレッサはチェシャを抱きしめてとうとう逃げ出してしまいました。二人は安全な場所までやってきましたが、チェシャはセレッサに怒り心頭です。口を固く結び立ち尽くすセレッサ。怖くて逃げ出してしまった自分が情けなくてたまりませんでした。あの化け物、チェシャでも全然歯が立たなかった。私はどうすれば。消え入りそうな声でつぶやくセレッサにチェシャは黙ってしまいました。そして自慢の爪でもあの怪物に傷一つつけられなかったことを思い出して自分も悔しくなりました。とにかく俺の邪魔はするな。チェシャはそういうのが精一杯でした。セレッサの頭の中は悔しさでいっぱいで、チェシャの声は聞こえませんでした。